切り替えるよ。この動画では用意したフリップブックを切り替える処理を組んでいきます。 BP プレイヤー 2D のブループリントを開き、スプライトを選択。ソースフリップブックに作った FB プレイヤーサンプル00アイドルをセットします。このアイドル状態を起点に歩きとジャンプの分岐処理をブループリントで組んでいきます。アップデート。新しく関数を作ります。関数の右のプラスをクリック。名前をアップデートアニメーションにします。アップデートアニメーションの関数内で右クリックからセットフリップと検索をかけてセットフリップブックノードを呼びます。このノードはフリップブックを差し替えるためのノードです。ニューフリップブックをクリックすると差し替えたいフリップブックを指定できます。このノードをコントロール C コントロール V で3つに複製します。一番上のニューフリップブックをジャンプのフリップブック、真ん中のニューフリップブックを歩きのフリップブック、一番下のニューフリップブックをアイドル状態のフリップブックにします。この3つを一定の条件によって分岐する処理を組んでいきます。ブランチ。キーボードの B を押しながらマウスの左クリックを押してブランチノードを2つ出します。よく使うノードなので B を押しながら左クリックでブランチと覚えておいた方が良いです。右クリックからブランチと検索をかけて選んでも良いです。このノードは条件が True か False かを分岐するノードです。日本語の直訳だと True は真、False は偽になりますが、意味的には True ははいで False はいいえで言い換えた方が分かりやすいかなと思います。2つのブランチノードをこんな感じにつなぎます。この状態だと常に一番上のジャンプ状態のフリップブックを指定する形になるので分岐の条件を追加します。右クリックからイズフォールと検索してイズフォーリングノードを呼びます。このノードはキャラクターが空中にいるかどうかの判別用のノードです。赤ピンをブランチノードとつなげます。この処理でキャラクターが空中にいるときは True、 空中にいないときは False に処理が流れます。日本語で言い直すと空中にいますか、はい、いいえになります。次に右クリック検索でゲットベロと検索をかけゲットベロシティノードを呼びます。このノードは速度を取得するノードです。黄色いピンのリターンバリューを右クリックから構造体ピンを分割、一番上の緑のピンのリターンバリュー X を右にドラッグ、検索欄にびっくりマークを打ち等しくないを選びます。このノードはその名の通り等しくなければ True、 等しければ False を返します。イコールと検索をかけ等しいを選んでも良いのですが、分岐の流れとして一番下にアイドルのフリップブックが来るようにした方が理解がしやすい気がするので等しいの逆のノードを使います。ブランチノードにつなげると X 方向の速度が0じゃなければ歩きのフリップブックがセット、0だったらアイドルのフリップブックがセット、3つのフリップブックの差し替え条件が揃いました。一番上が空中にいるかどうかの分岐、地上にいて X 方向の速度が0かどうかの分岐です。切り替え処理の関数ができたのでイベントグラフのタブを開いてビギンプレイの上の方で右クリックからイベントティックと検索をかけイベントティックを呼び出し、関数のアップデートアニメーションをドラッグしてつなげます。コンパイル、保存をしてプレイをしてみます。 AD スペースを押すことでキャラクターのフリップブックが切り替わると思います。切り替わっていたら関数アップデートアニメーションの完成です。ティック。フリップブックの切り替え処理ができました。ここで少し気になるのがティックを使っていいのかという部分が引っかかる方がいるかと思います。このティックは常にイベント処理を走らせるもので負荷対策として使うなとよく言われるものです。使う場合は少し気をつける必要があるものになります。
このアップデートアニメーションの関数のような処理は 3D キャラクターの場合はアニメーションブループリントという 3D アニメーションの切り替え専用の特別なブループリントがあり、マイフレーム処理するようなものも C++ に変換処理がかかるため高速処理され、状態の管理に適したものになっています。 2D の場合はしばらく有料のプラグインか自力で C++ 化が最適化案でしたが、半年ほど前のエピック公式配信でペーパー ZD というプラグインの使用を推奨しています。有料だったプラグインが無料になったということでエピックもそれを歓迎している形です。このペーパー ZD が 2D 用アニメーションブループリントという役割になります。使い方もアニメーションブループリントを踏襲しているので、アニメーションブループリントに馴染みがある人は問題なく触れると思いますが、 3D にあまり馴染みがない場合はアニメーションブループリントの学習に少し時間を使う必要があります。ペーパー ZD のチュートリアルもあるので、こちらをこなすことでアニメーションブループリントの学習になる部分もあります。この動画は自力でゼロからテンプレートプロジェクトを作る工程を踏むことでアンリアルエンジンの基本を学びましょうというコンセプトなので、外部プラグインに関しては別の動画シリーズにしたいと思います。最適化時に見つけやすいようにティックのノードを選択してキーボードの C キーを押し、コメントにティックと打って色を黄色にして見つけやすくしておきます。ペーパー ZD を使う際はこの黄色く囲われた部分をペーパー ZD の機能に置き換えることになります。このチュートリアルでは標準機能を把握していきます。次の動画では今までざっくり作ったキャラクターのカプセルサイズを調整していきたいと思います。厳密に合わせ